はい、こんばんは、沖田裕美です、今日は、居酒屋元気さんからお送りしております、まあ、ラムラムラジオが毎週日曜日にやってまして今回は65回ということで、まさかこちらでちょっと、年越しを迎えることになるとは思いませんでしたが、すごく今日ハッピーな、なんか年越しが、過ごせたかなと思います、で何曲かちょっと、自分のオリジナルをやってみたいと思います、よろしくお願いします、あ、いい盛り上がってますね、ちなみに、居酒屋元気さんというのは、東武練馬駅前のですね、北町アーケード街でよろしいですかね、北町アーケード街を、入っていきますと、居酒屋元気さんという、漢字で、元気という看板がドーンと出てますので、そちらもし、まあね、東武練馬に来た方いらっしゃいましたらぜひ、寄ってみてはいかがでございましょうか。大変、ありがとうございます。さあでは、1曲目、これ3曲、今日3回くらい歌ったと思うんですけど、もう1回ちょっとはあえてやってみたいと思います、ジェシカという曲をやります。よろしくお願いします。感じでジェシカでございました。ありがとうございます。今日は、まあ、繰り返しますが、東武練馬駅前の、居酒屋元気さんにお邪魔しております。皆さん盛り上がってますか？東武、こちら、居酒屋元気さんとの出会いはですね、僕はまあ、営業として夜、居酒屋バーやスナックをねこうしてギター1本で回ってますしですね、まあ、先々月だったでしょうかね、すごく僕が稼げなくてですね、大変ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、いただきました、ありがとうございます、ありがとうございます。タイミング送った。ありがとうございます。
とうございます、今おひねりをいただきました。ありがとうございます。さあ、まあ、私事ではありますが、今日は、まあ、今日というか今日ですね、今日これから、朝の始発か始発で、僕福島県郡山市の出身なんですけども、福島に帰るためにかかります。で、ちょっと、旅費を稼ぐために今日は頑張って、まあ、ここだけじゃなくて、まあ、朝まで頑張って歌おうっていこうと思います。ハングリーな精神で頑張っておりますので、皆さん、応援の方よろしくお願いします。さあ、じゃあちょっと次はスローな曲を1曲やってみたいと思います。雨の続きという曲でございます。これちょっと聴いてください。よろしくお願いします。雨降りの朝はとても冷たくて、一口のコーヒーにブラインド下げた指が君を探す。雨降りの街はとても静かで、色あせたアイスクリームショップ、観覧車、チャイナタウン、君はいない。どれだけ降り続ければこの愛は消えるだろう。この夜は明けるだろう。心はいつでも雨の続き。雨追いつかないワイパー、サングラス越しに浮かぶビー玉が膝に落ちた。雨降りの街はとても静かで、色あせた映画館、大道芸、地下鉄、君はいない。どれだけ降り続ければこの愛は消える。雨の続き、どれだけ降り続ければこの愛は消えるだろう。どれだけ降り続ければこの夜は明けるだろう。心はいつでも雨の続き、どれだけ降り続ければ
の続きという曲を聴いていただきました、ありがとうございます、まあ繰り返します、まあ、これ途中から聞く人もいると思うので、もう一度説明しますが、今日は東武練馬駅前にございます、北町アーケード街の中にあります居酒屋元気さんにお邪魔しております。今日はありがとうございます。大変喉が枯れてきましたからね、僕は最近最近ちょっと風邪をこじらしてですね、ただ風邪をひいても休めないこういう職業でございまして、で昨日一昨日かな、路上ライブで路上ライブをやってどれだけその稼げるかっていうのを、まあ、おひねりボックスみたいなのを置いてやったんですね。で結構どこも厳しくてなかなか稼げなかったんですけども、赤羽、新宿、渋谷、どこだっけな、池袋でいろんなところを回りまして、合計9時間半くらい歌いまして、まあそこそこ、まあみんな小銭とか入れてもらって、なかなかまあそこそこは稼げたんですけども、まあこう喉が続かなくてですね、まあなかなかでもこちらでね、今日はこの元気さんで歌うことが決まってましたんで、今日はなるべくね、他の営業を入れないで、元気さんのためにちょっと声を残しておこうと思ったんですが、まあこれ、いやいや、そんなことないです。もう、10時に来たのに12時だって言ったよね。いやいや、また一回帰ってまた来てくれた。いや、ですね、呼んでいただけるってことだけですごくお腹いっぱいでございます。本当になんかなかなかね、もう箸にも棒にもかからない、まだ無名な沖田博もここまで温かく迎えていただいて、でしかもこちらでまさか年越しをさせていただけるとは僕も思っておりませんでした。すごい今すごく幸せな気分です。本当に、本当に本当にありがとうございます。じゃあ録音の方がちょっと続いてますんで、とりあえず次の1曲で、ちょっと録音の方は締めようと思います。じゃあ僕が、福島から出る前の日に作ったシンガーソングライターというちょっとフォークソングっぽいちょっと熱苦しい歌なんですけども、これ作った歌、そうです、はい、これちょっと声出るからちょっと喉潤させていただきます。喉潤してる、もう長渕剛さんみたいになってきました。ありがとうございます。皆さんご清聴いただきありがとうございます。次でちょっと締めたいと思います。シンガーソングライターという歌で聴いてください。一度しか言わないこっちを向いて、いつもの冗談とは違う、ああこの目を見て、僕は夜のバスでこの街を出る、君にも会うことはない、見送らなくてもいいさ、寂しさと夢だけの熱い胸、歌うことだけが支え、歌うことに傷ついて振り向くな、立ち止まるな、もう迷いはしない、歌うことだけが全て、歌うことだけに生きる、もう迷いはしない、呼び止める人もここにはもういない、帰る場所はそうステージの上だけさ、拍手喝采の中いつか燃え尽きたスポットライトだけが僕の歩む道を照らす、明かりのない部屋に一人壁に持たれて、込み上げる寂しさと
ことだけを愛し、振り向くな、立ち止まるな、もう迷いはしない。歌うことだけが全て、歌うことだけに生き、もう迷いはしない。さあ涙を拭いてそばにおいで、僕は歌い続ける、君の涙が乾くまで。歌うことだけが支え、歌うことに傷ついて、振り向くな、立ち止まるな、もう迷いはしない。歌うことだけが全て、歌うことだけにもう迷いはしない、もう迷いはしない。というわけで今日は、東武練馬駅前のですね、北町アーケード街にございます、居酒屋元気さんからお送りしました。皆様どうもありがとうございました。